もうボタンつけて。はい、来たようやく研究所内に潜入できた。潜入ミッション開始。あれ第5章、ちょっと待って。ちょっと待って。第5章。あれ？え、もしかしてさ、第3章も第4章だったのかな、トンネルのやつ。トンネルのやつが第4章。マジ？ないな。はい、見つけちゃいました。え、あったの？よし、第5章ドーン。いやー出たー、やったー。いやー、心置きなく来れたわ。よし、ここが研究所ですか。研究所 A だって。俺 B 行くわ。 B 一緒。これは研究してますね。特になんかこれっていうのはなさそう。何これ？箱、実験記録。ああ、見るわ。はい、実験記録1。1986年12月8日タイムゲートの研究を始めた。1990年12月8日太陽光に莫大な電圧をかけると光より速い物質が出ることを発見した。莫大な電圧をかけるために必要な超高電圧発生器と太陽光を一体に集めるために必要な集光器を作る2チームに分かれて開発をすることにした、だそうです。なるほど、サンライトを集めればいいな。おお、物資がいっぱい。プロさん、ロッカーあるわ。けど何も入ってない。この電気ない。ガチャンガチャンいってね。つけるまでな。オフィス、オフィスと、オフィスのパソコンとんでもねえことになってる。いつのパソコン？オフィスのパソコンウイルスに侵されてるんじゃねえかっていう見た目になってる。おお、これは私がハックした。あ、認証カード見つけた。認証カードやったぜ。うん、はい、これ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 。終わったら返して。カードキーってやつだ。あの、このロッカーを一個ずつ開けてみたらあった。イエーイ。でもさ、認証するとこ見つけてないっけ。先にこれ見つけるもんな。あ、すげえ。トラー。はい。降りて戻ってきて。ロッカー。行くじゃん。ほら。ロッカー。ほらほらほら、ほら、ブシーブシーって言った。あ、認証カードを持ってると、ほらこうなる。へえ、そうなるんだ。じゃあアメジストじゃん。あ、こっちもアメジストだわ。ここはアメジストの研究用だな。なるほど。あ、研究日記あんじゃん。1992年試作品が完成したが電圧に耐えられなくなり爆発してしまった。やはり今ある素材ではとてもじゃないが耐えられない。1996年海外で新しい素材が発見された。この素材を使えば装置を作れるかも。2000年、ついに装置が完成した。相対性理論の方がある。何、タイムマシン作ってたのだけですだろうね。え、どこに、なんかボタン押したの？これか。ボタン押した。相対性理論か。よくわかりません。あれ、トラさんは？閉じ込められる。
そうだから地上1階エレベーターか。あ、ビーコンだ。ビーコン。ねえ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 、トラー。これ気になってんだけど、こっち来て。あのさ、ちょいちょいさ、本棚あんだけど、本棚の端がさ、あの、さ、俺さっき見たとき、赤い、ここじゃないんだけど、赤い羊毛だったんだよね。しかも場所が違ったりしてるんだよね。これなんかありそうじゃない？あ、本あるわ。他あると。3だ。3だ。ってか、だからちょうど3なんだけど。実験記録さん、太陽光を一点に集めるために必要な集光器を作る開発を始めた1992年。いろいろな種類の光の波長を合わせないといけない。今の技術力じゃできない。1995年、ようやく複数の光の波長を合わせることに成功した。1998年、いい反射板の素材が見つかる素材が見つからなかったが、別のチームで万能な素材を手に入れたという噂を耳にした。2000年、ようやく集光器が完成した。だそうだ。なるほど。2000年か。2000年早かったな。オブリンとかって何年の話なんだろうね。オブリン。オカリン。秋葉があるからな。トイレに何もねえな。ち。ちょっと何？なんかあったな。OK。実験記録4、2000年超高電圧発生器と集光器が完成した。光より速い物質、通称 LFS を安定して生み出すことが可能になったが、まだそれだけでは未来にはいけない。2005年、 LFS の量が一定値を上回ると物質を未来へ送るエネルギーを生み出すことが分かった。そのためには超高電圧発生器の数を増やさなければならない。2010年、理論上は指定した年代120年先までなら未来に行けるようになった。あとはタイムゲート本体を作るだけだ。2012年、タイムゲートが完成した。光をより反射されるために地下に作った。地下に作った。地下行けと。地下行きじゃあ。地下行きか。お手洗いだ。なんもないんだよな。出るよ。とりあえず1回。ほい。さよなら。私はお手洗いで過ごします。意外と閉まるの早いな。あれ？ん？あ、ちょっと待って、あっちは置いてなかったよね。ストレイト、ドキドキする。レーザービームじゃん。あ、あ、よろしく頼む。やらかした。第6章。レーザービーム。あれ、ちょっと待って、第6章だ。見つけとらんぞ。見つけてねあ。え、今ちょっと待って、お前なんか、お前なんかガチャコって早いよ見つけん。違うよ、鉄格子が壊せるな。鉄格子ってどれ？だって鉄格子ってどれ？鉄格子はね、え、だってさ、一個壊しても出られなくない？一個、一個しか、あ、壊せないし。お前が見つけたアイテムゴミなんだ。悲しいことに、あんなにすんだ。なんかここだけ変なんだよな。どこ？あれ？え？あれ？ん？お前。え、なんで？なんで？いや、ここだけさ、いや、通橋あるんだけど。あれ、これガチで通り抜けられるやつだったの。ここだけ殴ったらさ、あのあれのゲージが出てくるからさ。あれのゲージ、あの他のところ殴ろうとしたら、あ、ほんとだ、剣のマークないんだけど、なんでだろうって思ってたら、
鉄格子これじゃないの。でもこれどうやって登る。これだね。あー、なるほどね。登れるのそれ。無理か。ここにも鉄格子あるけど、ここは違うよね。ここは違うでしょう。さすがに向こうだと思うけど。あとはここか。ああ、登れんのか。こうやって登れんだ。へえ。むず。来ました。ナイス。あ、いけそうだね。まあ、絶対届かないと思ったんだけど。パキーン。届くんだね。ツルハス壊れない。あ、壊れないんだ。そこで壊した時の罪対策かな。あーかもね。でもね、トラさんこっち来てアスレチックですね。これはアスレチック要素ってやつか。ガチャン。おっと、外に出てしまった。ここは2階じゃないですか。全然地下じゃなかった。トラさん、トラさん、箱、はい、箱って書いてる中にたまにシュルカーボックスって普通に書いてる。シュルカーボックス。あ、はしごあった。いや、俺もはしご見つけてしまった。え、あそこもなんかあるかなと思ったけど、取って。どこかにかけられそうだ。安山、安山岩だって、はい、あ、本当だ。かけた。安山岩で、おー、何個必要か分かんないしね。安山岩、安山祈願。ねえねえ、トラさん、安山岩そこじゃね。なるほどね。パキン、全然罪じゃなかったな、ここ壊して。はい。はい。上司。あ。これ一方通行ってやつじゃない。これ、いや、これ、これさ、ダクトからっての脱出じゃん。おお。やっぱ一方通行じゃないか。あそこ、こっち戻れるようになるのかね。あ、ねえねえ、トラさん、大変です。はい、ここ、ここ入っちゃいけん。ここ、ここ、ここ。で、はい、出てきて、出てきて。ここ、ここ。ここ入っちゃいかん。さっきのところ。なんで？さっきのところ。なるほど。もう一回引っかかったら戻れるわけだな。なんだ勝ちって爆発すんじゃねえの。いやー、でも爆発するな。爆発する。どうなんだ。爆あ、これか。なにこれ。何これ。そこを押したらなんかカチカチ言う。カチ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 。トラさん、はい、なんか俺スイッチ押した。開いてるもん。あれ開いてる。この上の通路なんかそのうち渡りそうだな。せやな。そこはなん思ったらもうすぐ渡るんじゃん。あ、そうなの。そんな爆速なの。そこなの。爆速でフラグ回収しちゃったわ。ビシン。いや、ここ絶対渡るなって思ってたんだけど。あ、あ、ボタンだ。ボタン。やったぜ。さっきの
安山岩のさっきのあそこをどうやって行くんだろうねって言ったあのボタンなんだけど、回収早っ。早い。でこのこれをつけると、ガチャガチャ。あ、エレベーターを使うにはセキュリティ解除しなきゃいけない。7章あれあどんどん進むな。あれあれれ